全哨記念まかぶ式会社は、かつて第二次世界大戦前に存在した奈良の映画会社である。市川歌右衛門の実刑山口天竜が設立。かつて市川歌右衛門プロダクションが奈良市内に建設し、閉鎖した撮影所を活用して映画を量産した。奈良県伊古間郡伏見村に、1927年4月、市川歌右衛門プロダクションが撮影所を建設。 稼働していたが、1936年、同プロダクションが、小区に吸収され、歌えもんは、京都並びが丘の小区第二撮影所に入社、市川歌えもんプロダクション、あやめ池撮影所は閉鎖された。そこで、歌えもんの実刑、山口天竜が、同年5月に設立、同撮影所を復活、映画の量産を始めた。制作開始にあたって集めた監督に、 旧ユータプロ在籍者は、ほとんどおらず、極東映画社から引き抜かれ定着した、金田茂る、あるいは山口哲平、西名熊彦、稲葉水知事のようなレンタル的に1から2本撮って、極東映画に戻るもの、嵐勘十郎プロダクションから引き抜いた山本松を、日活京都撮影所からは、かつて旧ユータプロでも、活躍した。 芝生花を引き抜き三本取撮ったが、同じく日活玉川撮影所から引き抜いた宮田光造と同じく第二本天然色映画へと去った。旧ユタプロ第二部で脚本家だった山田健則を監督として採用した。翌1937年にも藤本周一郎、大江秀夫が来て一本だけ撮った。紅葉映画から引き抜いた熊谷宗也は全勝の最後まで定着し、 全勝消滅後は引退した。1938年には、東亜キネマ、京都撮影所や福国映画にいた、橋本松を、牧野陶器から聖丸広氏が現れ定着した。カンプロから、白州城郎は一本だけ取って、大都映画、極東映画に移った。1939年には、帝国キネマ、アシア撮影所やアシア映画制作所にいた、佐藤喜一郎と、 全勝敗抜きで脚本を書いていた小林文夫が、それぞれ一本だけ取って廃業してしまった。主演俳優に関しては、市川松之助や、実家っぱといった、旧ユータプロ第二部の主役級を引き続き採用、片岡智江像プロダクションやバンドウ、つまさぶろプロダクションで、智江像やバンツマを支えてきた、杉山昭蔵級を主演に抜擢、大河内流は、 全勝生へ抜きのスターとなった。1940年9月、全勝キネマも、やはり小畜の参加に入り、小畜から常務取締役に、のせ活を、取締役に、白井慎太郎、木戸志郎らが送り込まれた。翌1941年1月に公開した3本を、もって制作を終了、合併して、小畜資本の講和映画株式会社となった。 最後の作品は最も活躍した監督の一人、熊谷宗也監督の美衆三有志であった。あやめ池撮影所は再び閉鎖され、前哨ネ沼は消滅までに170本に余りの映画を制作した。トーキーの時代にあって無声映画を作り続け、末年ですら音声トラックに活動弁士の声が入った解説版であった。また、小畜参加に入る際、 それまでのストックプリントは、北海道の工業者に売却された。全哨キネマ3周年記念超特作、江戸に現れたキングコング公開当時のポスター。1936年15本、1937年29本、1938年37本、1939年46本、1940年43本、1941年3本。 ありがとうございます。